シティジェットはダブリン県フィンガル市コリンズタウンに本社を置くアイルランドのコミューター航空会社。シティジェットは2020年6月現在自主運航はしておらずエアリンガス及びスカンジナビア航空のウェットリース契約で複数の路線を運航している。以前はエールフランス KLM 参加のコミューター航空会社として運航していた。2009年度には ロンドンシティ空港利用者のうち100万人以上を輸送しているが財務体質は良好でない状態が続いており2012年にはエールフランスが売却を考えていると報じられた最終的にエールフランスは2014年5月にシティジェットをイントロアビエーションに売却した2016年3月には創設者のパッドバーンと他の投資家によって購入された シティジェットは1992年に設立され、1994年1月12日に、バージンアトランティック航空とのフランチャイズ契約として、ダブリン・ロンドンシティ空港間の単一路線を運航し、バージンシティジェットとして運航していた。主な競合相手は、ダブリン・ロンドンヒースロー空港間を運航していた、ブリティッシュ・ミッドランド航空とエアリングガス。 またダブリン・ロンドン・スタンステッド空港間を運行していたライアンエアだった。しかし、エアリンガスが1999年9月にダブリン・ロンドンシティ線を運行するまで東路線を独占していた。1995年6月、バージンシティジェットはダブリン・ブリュッセル間の路線を運行し始め、サベナ・ベルディ航空、エアリンガスと競合した。1996年に バージンアトランティック航空とのフランチャイズ契約を終了し、同年の7月末から独自のシティジェットブランドを使用し、事業を継続することを決定した。すでにダブリン、ロンドンシティ、ブリュッセル、マラガへの定期便を当時は飛ばしていた。バージンアトランティックのフランチャイズを廃止する決定は、バージンが独自の格安航空会社、バージンエキスプレスで、 ヨーロッパの短距離市場に参入し、顧客がシティジェットと混同するのではないかと恐れたためだった。エールフランス時代のシティジェットのロゴエールフランス参加の頃のシティジェットエールフランス参加の頃のシティジェット1999年には、シティジェットは破産寸前だった。エアホイールはシティジェットの株式の半分を取得し、債務を引き受けた。エールフランスは200万ポンドを投資しながら、 さらに25%を占めた。新しい構造の下で、シティジェットは独自の定期路線を維持しながら、エールフランスのヨーロッパの主要下受け航空会社にも、なった。しかし、依然として、損失を出し続けた。2000年初頭に、エールフランスは、シティジェットのすべての株式を引き継ぎ、唯一の所有者となった。当時、シティジェットはすでにエールフランス向きに発揮中7機を、 運行していた。アイルランドの子会社に地域事業を外部委託することによるエールフランスへの全体的な節約は約40%と推定された。エールフランスの労働組合との契約に基づき100席未満の航空機の運用を地域のパートナーや子会社に外部委託することを許可されていた。2002年にはエールフランスの100%子会社となり、 ロンドンシティ空港と欧州各空港の輸送を担うようになった。2006年、パリ・ダブリン線、バーミンガム線、エディンバラ線、ロンドンシティ線、フィレンツェ線、ヨーテボリ線、チューリヒ線をエール・フランスの補足的な運航をシティジェットで運用した。さらに、シティジェットは依然としてロンドンシティ・ダブリン間を運航していた。機材は20機の BAE146 で、 運行していた。2006年12月からメサバ航空から2億2100万ドルの契約で購入したエストール性能に優れたアブロ RJ85 に置き換え始めた。2007年12月24日、エールフランス KLM はパンタホールディングスからの VLM エアラインズの買収に関する合意に署名したことを発表し、2009年5月28日に VLM エアラインズは シティジェットブランドで徐々に事業を開始すると発表した。2010年6月1日の時点で VLM エアラインズのフォッカー50の全機材はシティジェットの塗装になっていたが VLM は航空会社オペレーター証明書の所有者でありフォッカー50の機体はベルギーに登録されていた。シティジェットは2010年3月末までの1年間で5150万ユーロの 税引き前損失を計上した。これは2009年3月末までの1年間で5390万ユーロの損失だった。乗客数は増加し6.5%上昇した210万人になっていたが平均運賃は16%低下した。2010年10月1日、クリスティン・ウルミエールが最高経営責任者として加わった。以前まで エールフランス KLM グループ内で多数の上級役職を歴任した。2010年3月31日に終了する国際航空運送協会年度においてシティジェットはロンドン式線で100万人を超える乗客を運んだ。VLM 塗装のシティジェット2012年6月、エールフランス KLM の事業が不調なためにシティジェットの売却を検討していることを発表した。 2013年4月に2013年夏に落札者が発表されるという声明が追加された。2013年10月の時点でエールフランスとの運用契約はコードシェア便として置き換えられている。それ以来、シティジェットはほとんどの路線をエールフランスの代わりに独自の WX コードで運営していた。同年12月、エールフランスは VLM エアラインズを含むシティジェットをドイツの投資会員とのアビエーションに売却すると発表した。移管は2014年5月に完了した。シティジェットの子会社である VLM エアラインズは自社の経営陣に買収され、シティジェットから解放された。2014年、イギリスのチャンネル諸島のガーンジーを本拠とする航空会社ブルーアイランドがヨーロッパの一部の路線を廃止した後、 シティジェットはブルーアイランドとのコードシェア便を開始した。ブルーアイランドはジャージー、ロンドンシティへの路線を運行し、2016年3月に終了した。2014年11月、シティジェットがカーディフ・エディンバラ線、パリオルリー線をストバートエアが同年12月1日から運行することが発表された。両路線は2015年6月にフライビーが 同じ路線を導入し空港のオペレーターがサポートしたため廃止された。2015年6月、シティジェットは需要が低かったためドイツの4つの就航地のうち最後のドレス電線を終了することを発表した。同年10月、スカンジナビア航空はフィンランドの子会社であるブルーワンをシティジェットに売却することを発表した。2016年にブルーワンは シティジェットへ吸収された。スホーイスーパージェット1002016年6月28日、シティジェットは、コーク南トへの最初の定期便で、スホーイスーパージェット100を導入した。同年12月初旬、ベルギーのブリュッセルにある、スホーイスーパージェット100の基地にて、パイロット、客室乗務員の採用を開始した。2017年1月にシティジェットは、11機の、 CRJ900 を保有するシンバーを SAS から購入することに同意した。シティジェットは SAS に代わって運行を続けた。同年3月、シティジェットは自社の予定便を減らしながら、より上とリース業務に注力する計画であると述べた。これにより、ロンドンシティ南んと及びパリオルリーの路線が閉鎖され、他の路線の発着数を下げた。その後、 すべての便の80%をウェットリースで運行することを計画した。2017年4月5日、KLM シティホッパーがシティジェットからアブロ RJ85 の2機をウェットリースし、2017年5月15日から開始する2017年夏季シーズンを通じてアムステルダム、ロンドンシティ線を4便増便し、平日運行することが発表された。この合意は、 その後、終了した。同年10月下旬に、シティジェットは、ロンドンシティ空港からの路線をほとんど、2018年7月、シティジェットとエアノストラムが合併すると発表された。同年8月下旬、シティジェットは10月27日から、自社ブランドでの定期便の運行を終了するが、ウェット、リースプロバイダーとしての事業を継続すると発表した。ロンドンシティダブリン線は、 エアリングガスに転送されたが、2機のアブロ RJ85 をシティジェットによる運航で飛ばしている。2019年、シティジェットは KLM オランダ航空と提携して、アントワープ国際空港を拠点とする新しい航空会社、アントワープ航空を設立した。2019年9月9日以降、ロンドンシティ空港へのフライトが毎日運航。2020年4月、 ブルッセル航空は新型コロナウイルス感染症の流行を受け、シティジェットとの5機のリース契約をキャンセルした。同月にダブリン高等裁判所はシティジェットに暫定審査官を任命した。シティジェットは2018年10月に自主運航を廃止し、スカンジナビア航空のウェットリース契約で複数の路線を運航し続けている。2020年6月現在、 スカンジナビア航空として運航している定期便。2020年6月現在、シティジェットの機材は以下の通りである。2020年6月現在、シティジェットの退役した機材は以下の通りである。シティジェットは2011年からレンスターラグビーのオフィシャルエアラインである。ありがとうございます。